はい、おはようございます。それでは前回アップしていただきました草笛の吹き方についてもう少し詳しく解説していただきたいと思います。まず吹きやすい葉っぱはどんな葉っぱでしょうか。はい、今もう5月も下旬になりますと、はい、葉っぱの光合成が盛んになりまして非常に吹きやすい葉っぱになってきてます。で、今この公園で取れる葉っぱといいますと大紫、うん、要するにツツジの葉っぱですね。それと、トウネズミモチ、はい、アケビ、はい、あるいはヤブコウジ、まあ、この辺が非常に、吹きやすい葉っぱじゃないかと思います。あ、なるほど。今日はこの、はい、トウネズミモチと、数字の葉っぱを用意しました。はい、それでは葉の持ち方から教えてください。はい、この葉っぱのですね、はい、ツルツルな方といいますか、光ってる方ですね、はい、これを手前にします。唇の方に、はい、それで上の方を持ちます。だいたい5ミリほど開けて、はい、でこの間隔はだいたい2センチから3センチぐらい、はい、まあおちょぼ口の人は狭く、大口の人は大きくなると思いますけども、はい、こういう持ち方になります。はい、で人差し指と親指でこのように持ちます。はい、音を出すため葉の唇への当て方はどうするんでしょうか。そうですね、先ほど言いましたようにこういう人差し指と親指で、持ちまして、はい、まあ大紫の場合後ろが、毛がありますので、やはり手前に手前のツルツルな方を唇に当てる方がいいと思います。ツルツルな方を当てると、はい、はい、それで当て方としましては、はい、下唇と横から漏れないように、はい、この人差し指でピタッと当てて加える感じです。加える感じ、はい、多少加える感じ、で上唇の半分ぐらい隠れるぐらいと言いますが、ちょっとこの葉っぱが前倒しになりますけども、このように加える感じでなります。はい、ではこれで音を出せる準備は整ったわけですね。はい、そうです。はい、音の出し方というのは先ほど言いましたように人差し指でピタッとこれ当てて、うん、それで加えるように当てます。そうしますとこの上5ミリぐらいが一応振動をしまして音の出る部分になります。リードになります。上唇とこの上の葉っぱの端で、音を出す形になりますので、ちょっとやってみますと、音の出やすい口の形はどんな形ですか。そうですね、よく見受けるのはほっぺを膨らましてしまう。そうするとなかなか単音しか出ません。やはりろうそくを吹きつけて消すようにちょっと口を絞ってですね、吹きつける。そうするといい音が出ると思います。はい、それでは、次に音階の出し方はどのようにするんでしょうか。はい、そうですね、音階の出し方というのは、まあ、端的に言うと口笛を吹く感じ、口の形もそうだ、そうですね。だから高い音というのはすぼめて、それから低い音というのは比較的広げるような感じ、それで音階が出るという、そういうことになっております。ですからあとはもう練習で、必然的に続けて吹けるようになりますと音が出てくると。ですからある日突然吹けたという感じになる人が多いと思います。